どうも皆さんこんにちは、ゴンです。今回紹介するのは海外で話題になってるゾッとする恐怖映像9選。海が舞台の恐怖体験から散歩中に起こった心霊体験まで、今回も怖いやつを持ってきてるんで早速見ていきましょう。最初に紹介するのはサミュエルさんが投稿した映像。投稿者はメキシコの病院で働いてるんですが、そこには幽霊の噂があるみたいで、心霊体験をした職員さんも多く、この病院には何かいる、投稿者はそう思っていました。そしてある日、彼が夜勤に就いてると院内から変な音が聞こえてきたらしく、時刻は深夜、病院には誰もいないんで彼は様子を見に行くんですが、Compañeros, hago este video porque estaba escuchando ruidos aquí atrás. Son las 3:25 de la mañana. No veo nada. Miren. Miren. Acaban de ver eso. Miren. Acaban de ver eso. Se acaba de caer un bote.Está moviendo este. No veo nada. No hay nadie por acá. No hay nadie por acá. A la una. Miren. Se movió esto. Recuerda que venía caminando por acá. Y no veo a nadie.Miren, miren, miren, miren cómo se mueve ese. Para que vean que no hay nadie aquí. ものが動いてるんですが、部屋には誰もおらず。そしてまた後日、今度は防犯カメラに何か奇妙なものが映り込んだらしく、カメラに映り込んだ正体不明のもや、映像にノイズが入ってそれを見間違えてる、その可能性もありますが、映像の背景を考えると何か霊的なものにも思えてきます。怪現象が起こる病院、ここには一体何がいるんでしょうか。次に紹介するのはアルマンドさんが投稿した映像。これは今から15年前に投稿されており、かなり古い一本。投稿者は当時学生だったらしく、彼は修学旅行にでも行っていたか、友人と動画を撮ってるんですが、そこに恐怖はやってきて。Ya está grabando, chavo, espérense. Ya está, lo voy a dejar en el suelo. Ya está grabando. No mames, espérense, vamos. Vamos a ver. No mames. Cállense.¿Qué es eso? Calle, calle. Ya, no manches, espérense. Espérate, ya hay algo, vente, vamos. Espérate, güey. No mames, espérate. No mames, espérate. Se ve algo allá. Espérate, güey. Se ve algo allá. Espérate, güey.動画を撮ってると、友人の一人が後ろに振り返り、何かを発見したらしく、悲鳴を上げていました。それで全員がパニックになり、撮影者は何かを撮ろうと、トンネルの奥に進んでいくんですが、カメラには何か小さいものが映っていました。映像が古く、12年前から更新が止まってるんで、あれが一体何なのか、それは明らかになっていません。
あれは幽霊、ドワーフが映り込んだんじゃ。そんなコメントがありますが、皆さんはどう思いますか？次に紹介するのは、モンキーさんが投稿したぞ。彼は映画館で働いており、最後の上映が終了したんで、館内の見回りをしていました。劇場内には誰もいないんで、自分の仕事の様子を撮って、TikTok に投稿しようとするモンキーさん。ですがこの後、彼を恐怖が待っていました。And then you have to check behind these curtains just to make sure no hobos are back here. You know, no one's back here. And then you just go and... What the fuck? And then you just go and... What the fuck?I just saw somebody up here and it's the scariest shit I've ever seen, dude. Like, I was just down here and I was back down there in that f***ing corner right there. And I literally just like can't, what the f***? 劇場内には誰もいないはずなんですが、窓の向こうに誰かの影がありました。モンキーさんは正体を確かめようと、窓のある部屋に向かいます。すると、そこには九段の影がいて、彼のことを見ていました。影に目や口は見えず、あれが生きている人間とは思えません。また、影はすぐに消えるんで、その正体はわからず。何か劇場にいるのか、それとも、新作映画を見に来た幽霊か、皆さんはどう思いますか？次に紹介するのは、ヒルさんが投稿したいぞ。映像の舞台は、ペンシルベニアにある、とある学校。学校は2013年に廃校になっており、それ以来、完全に放置されていました。彼はこれまでにも、廃教会や廃工場、世界各地の廃墟に行きまくっており、たくさんの怪現象に遭遇していましたが、今回に限っては、ちょっと毛色が違いました。Somebody's been living in here. この音が聞こえたんで、投稿者が音の方に向かうと、そこにはバリケードのようなものがあって、中を見ようとすると、突然叫び声が聞こえてきました。まさか人がいるとは思っておらず、彼は急いで逃走。どうやら、廃校には誰か住み着いていたようで、映像を振り返ると、
カメラにも誰かの姿が映っていました。廃墟に潜む恐怖、それを実感する一本でした。次に紹介するのは海が怖くなる映像。映像の舞台は夜の海。撮影者は船に乗ってるんですが、水面にある生き物を発見し、その様子を撮っていました。あたり一面に見えるのはたくさんのサメ。数はかなり多く、サメの楽園といっても過言ではありません。ここ最近はずっと暑いんで、海を見たら飛び込みたくなっちゃいますが、ここだけは例外ですね。次に紹介するのはまたまた最強シリーズ。映像の舞台はインド、ハリハル砦。そこにある階段は傾斜がすごくて、その角度はなんと80度。ほとんど直角なんで、観光客はみんなこんな感じ。ですがこの階段、コンディションによってはさらにヤバくなるみたいで。前日に雨でも降ったか、階段は泥だらけになっており、階段のコンディションは最悪。さらに下りということもあって、見えてる景色がもう恐怖映像。私は高所が苦手なんで、この階段はめちゃくちゃ怖いんですが、もちろんそうでない方もいるみたいで、階段を爆速で下っていく映像もありました。見ているだけでヒヤッとする、そんな一本でした。次に紹介するのはライターさんが撮った映像。映像の舞台はアメリカ。投稿者はある日、心霊スポットで変なものを見たらしく、それを撮っていました。その心霊スポットは、マーティン一家が住んでいた一軒家、マーティンハウス。現在は廃墟になっており、誰も住んでいないんですが、そこには悲しい歴史があって。時代は1900年代。マーティンさんには奥さんがいたんですが、奥さんは使用人と不倫していたらしく、それを知ったマーティンさんは激怒し、使用人を近くの木に吊るしました。この一件はすぐに町の噂になり、マーティンが使用人に妻を取られ、怒って使用人を殺した。それが町中に伝わったらしく、そんな状況に耐えられなくなり、彼は妻と子供を巻き込んで、使用人と同じように木で首を吊ったんだとか。そんな背景があるみたいで、この家にはマーティン一家の幽霊が出る、そんな噂が広まり、心霊スポットになったらしく。投稿者はある日、この家の前を通るんですが、2階に人の姿を見つけたらしく、その様子を撮っていました。 This is the Martin House. Haunted, Panama City, Florida, my first book. And I'm just driving by randomly. Look in the window. Please, somebody tell me you see what I'm seeing.A child. He supposedly, maybe, we're not sure. Stories have changed over the years. 確かに2階には誰かの姿がありました。誰かは赤い服を着ており、背格好から考えると子供のように見えて。ここは現在廃墟になっており、中に人がいるはずなく、マーティンの子供が映り込んだんじゃ。何かを見間違えてんだろう。コメント欄にはそんな意見がありますが、果たして真相は一体。もしも幽霊がいるならば、怪現象が起こった時、幽霊はどこにいるのか、そんなことを考えたことはありますか？今回紹介する一本では、その答えがわかるかもしれません。撮影者はどうやら、怪現象が起こる家にいるみたいで、そこで起こる現象を記録すべく部屋にカメラを置くんですが、2階で何か起こったらしく、撮影者はその様子を見に行っていました。カメラは2階に向かう撮影者を撮ってるんですが、そこに変なものが映っていました。
撮影者が階段を登っていくんですが、その後ろをついていくように黒いモヤが現れました。明らかにモヤは後をつけてるんで、何かを見間違えてるとは思えず。そしてこの後、近くのクローゼットが開くんですが、中に誰かいるようで、単純に人がいた。もちろんその可能性はありますが、この人物、やけに顔色が悪いような。黒いモヤと正体不明の人物。この家には何かいるんでしょうか。最後に紹介するのは、ニックさんが撮った一本。ある日の早朝、彼は森にやってきて、愛犬のポピーと散歩をし、その様子を撮っていました。ポピーはリスを発見し、その後を追っかけていくんですが、急にポピーが歩みを止めて、ある一点をじっと見ていて、その方向にカメラが向くんですが、そこには何かいたらしく。ポピーの視線の先、そこには誰かいました。状況から考えれば、通りすがりの人が映り込んだ可能性もありますが、ニックさん曰く、当時、ここには自分とポピーしかおらず、他には誰もいなかったらしく、誰かはヘルメットをかぶって、トレンチコートを着ているように見える。あれは兵士の幽霊じゃ。ニックさんはそう考えていました。コメント欄にも、ソ連兵かドイツ兵に見える。少なくともアメリカ軍じゃない。そんな意見がありましたが、果たして、その正体は一体。ということで今回もやってきました。おまけのコーナー。今回紹介するのは、まさかの結末を迎える映像。今回も予想できないやつを持ってきたんで、早速見ていきましょう。どれもびっくりしちゃいますが、特に印象に残ったのは3番目の映像。あまりにも重すぎる一発。ボタンがあったら押してみたい。そんな気持ちは小さい頃からあるんですね。ということで、今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあね。